え、プロフィール交換とか絶対しないでしょ今の子。シールペタペタ貼ってシールの奪い合いで喧嘩したりとか絶対しないでしょ。私近所の意地悪な引っ越してきたなんか3校上くらいの女の子が可愛いシール全部取ってって、でも私優しかったから取られちゃって泣いてた。そんなこと絶対ないでしょ。本当にプロフィール手帳も書いてたよ。今気になる人は Yes, No 好きな人はいる？好きなタイプは？そんなん聞いてどうすんだよ。本当に面白い。